レッド解放とことんとことんシュレッド解放区の酒井です。本日はね、バイク乗りもしくはバイク DIY をやられる方が知らないとやばいということで、お話作りたいんですけど、これまあちょっと宣伝っていうか宣伝ではないんですけど、まあショベレット解放区のコミュニティについての話をさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとすごくテンション上がりますのでお願いします。LINE の方で公式 LINE とオープンチャットっていうのも作ってますので、そちらの登録もよろしくお願いします。はい、では知らないとやばいということで、その DIY をやっていく中でいろいろこう行き当たる行き詰まる場所っていうのがあると思うんですよ。そういったところで質問できる場所っていうのがこのショベルヘッド解放区のコミュニティということになっています。で、このコミュニティのこの凄さっていうのが、自分で言うのもなんなんですけど、集まってきてる人たちがすごいということなんですよね。で、それがもう最高の日本一だと僕は思っとるんですけど、まあ、それぞれ誰かが質問をして分かる人が答えるっていうコミュニティになってるんですよね。それも知らぬ間に出来上がってきたんですよ。最初の方は僕は弁当買いましたとか、そんなね、コメントを言ったり質問してたんですけど、で今現在となってはすごい人も135人も超えてきましてですね、結構な人がいて、ここで俺が思うのが、この知らないことっていうのは宝なんですよっていう、そこがベースであるコミュニティっていうことなんですよ。このコミュニティ、その例えば知らないことって、例えば恥ずかしいだとか、そういったことってあると思うんですけど、全然そんなことはこの解放区のコミュニティには全くなくて、車種も関係ないです。で、まあ、排気量とかそういったのも全然関係なくて、だってさ、基本的にさ、バイク DIY で困ることって大体一緒じゃん。チェーンどうしようかなとかさ、タイヤのサイズがどうだとか、で分からないこといっぱいあるわけじゃん。それをさ、大体答えることができるということなんですよね。もちろんハーレー、ショベルは強い可能性がありますよね。そういったところで、さっきも言ったけど、分からないことは宝っていうことで、なんでかって言ったら、その分からないことを誰かが言えば、誰かが答えてくれるっていうコミュニティになってて、で、その分からないことっていうのは他の人も分からないんですよ。これが俺が言ってるこのコミュニティの凄さなんですよね。で、もう一つは、そのバイク DIY をやっていく、バイク DIY が好きな人が集まってきてるコミュニティだから、それぞれの人が DIY をやってるわけなんですよね。で、例えばバイクのプロとか、ハーレーのプロとか、旧車のプロ、そういう人たちはそれを仕事にしてるから毎日やってますよね。でも僕らは、まあ、そんなにプロ素人なんですけど、ある一つのことをやった経験があるわけなんですよ。それも淡々とやってるわけなんですよ、今までその集まってきてる人たちそれぞれが。まあ、例えば、まあ、最近盛り上がったのは、スイングアームじゃなくてフロントフォークの話であったりだとか、そういったことを、例えばエンジンのことは知らないかもしれないけど、フロントフォークのことはめちゃくちゃ詳しいよとか、そういう人たちが、これって普通に DIY やってるやつそうなるんですよ。詳しくならざるを得ないんです。めちゃくちゃ調べるんですよ。だから集まれば集まるほど知識が増えていくっていうことなんですよ。最強になっていくんですよ。キャブレターでめちゃめちゃ苦労した人がいたとしたら、そのキャブレターのこと詳しい人めちゃくちゃ、それどうしよう、詳しくなるんですよね、そのバイク DIY をやっていれば。だからそういう人たちが集まってきて質問してくれれば、別にすんなり答えれるよと。けどその DIY はほんとね、ほんと詳しくなるんよ、その一つのことに関して。何回も繰り返して失敗して調べて、何回も繰り返して失敗して調べてっていう、これって結局 DIY をやってれば誰かもそこにぶち当たるわけなんですよ。そしたら知ってる人がいるよって言ったら、そういうコミュニティなんですよね。これがね、俺はね、すごいなと思ってて、知らないとやばいっていうこと。別に入ってさ、見てるだけでもすごい、見なくたっていいじゃん。別負けらあるチリンチリンっていうのがうるさいっていうのはちょっとあれなのかもしれないけど、このコミュニティは俺は本当に大切にしていきたいと思ってるんですよね。なんで、もし全然もうなんだ、ロム線っていうのは入るだけっていう人でも全然構わないと思うんで、入って、その変なさ、なんか今日おはようございますとか、そんなコミュニティじゃ
なくて、ほんと質問して答える、雑談も結構あるんですけど、そういった形でこう継続してちょっとずつちょっとずつ大きくなっていけば、もう最強になっていくなと思うんですよね。だから皆さん絶対ね、まだその DIY 経験少ないよっていう方であっても、 DIY をやったってことであれば、まず最初に買う、最初に買うのはこういうドリルがいいよとか、そういったことアドバイスできるわけじゃないですか。これがすごいっていうことなんですよ。だから分からないことは宝っていうことで、どん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 質問していただいて、でちょっと僕はあんまり答えることがねみんなで、そういったね、みんなでこう盛り上げていくっていう形でのコミュニティになっていますので、ぜひ参加お願いします。はい、本日動画終わります。ありがとうございました。